はい、では解説していきます。で、カポが2フレットについています。でですね、今回ピックと指を使って弾いていきます。イントロだけでしたら指だけで弾いた方が楽ではあるんですけれども、曲に入ったらですね、ピックでジャカジャカこうストロークすると思いますので、あえて、今回ピックと指を使ってアレンジしています。では初めの部分、ここなんですけれども、ハンマリングとプリングを使っています。もちろんピッキングしてもらってもいいんですけれども、ここはハンマリングとプリングにすることによってこう滑らかさをこう演出できる感じですね。でここもハンマリングでいきます。で、一つポイントなんですけれども、一番初め G のドアタマの音のこの音ですね、これはね、できるだけ伸ばしておいた方がふくよかにいい感じに聞こえます。ずっと押さえっぱなしな感じですね。これが離れてしまうと、こうぶつ切りに滑らかさがなくなっちゃうので、できる限りこの6弦3フレットのこの音は残しておいた方がいいです。で、次 D の部分、ここは、ハンマリングプリングで弾いて4から5にかけてスライドで、この次なんですけれども、この小指押さえたままで、次の3弦2フレットと5弦2フレットをね、人差し指でペタッといっちゃいます。で3弦2フレットを弾いてから小指を離して5弦2フレットを鳴らします。ちょっとこのスライドの部分からつなげてみます。こんな感じですね。これもできるだけ鳴ってる音をそのまま、ここの音を鳴らしたまま次の音を鳴らして、また、ね、この3弦2フレットの音が鳴ってるのをできるだけ残したまま、次の音を鳴らしてます。これが全部ぶつ切れになっちゃうとちょっとね、色気がなくなっちゃうのでね。で、最後の G の部分、これ初めと一緒ですね。で、A7 Sus4 となります。はい、お疲れ様でした。このイントロも非常にシンプルで疾走感あふれるかっこいいイントロなので、ぜひ弾いてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。